はい、どうも誠です、今回はね、初めに揃えておくべきギターエフェクターについてお話ししていきます。エレキギターって買ってそのままギター弾いてももうクリーンというか、まあ、綺麗な音しかならないんですよね。チャラーンってシールド繋いでてもエフェクターがないとこういう綺麗な音しかならないんで、これはいわゆるロックサウンド、歪んだ感じのジャーンって音にするにはそのエフェクターっていう、まあ、ちっちゃいこんなコンパクトエフェクターとか、あと最近だとマルチエフェクターとかもあるんですけど、まあ、一応そういう機材が必要なんですよね。でこれがね、いろんな音楽メーカーからもうかなりの数のそのエフェクターって販売されてるんで、結構ね、最初ってどれを買ったらいいか悩んだり、あとまあ1個そんなに安いもんでもないんで、結構まあ平均的に1万円前後、安いのだと5000円とかもあるんですけど、あと高いのだとまあ4万とか5万とか、まあ、結構ピンキリなんですけど、まあ、それをね、いくつも揃えるって結構予算つぎ込まないとダメなんで、まあ、それを防ぐためにも、まあ、最低限これがあれば大丈夫だよっていう、まあ、製品、まあ、それをいくつか紹介していきたいと思います。まず1個目が、まあ、絶対いるのが高品質なチューナーですね。これ多分ね、どのギタリストも絶対エフェクターボードには持ってると思うんですけど、まあ、結構ね、前の動画、結構前の前かな、まあ、以前の動画でも言ったんですけど、やっぱりチューニングってかなり重要なんで、まあ、基本中の基本でもあるんで、まずここをしっかりできるようになるためにも高品質なチューナーっていうのが、まあ、必須ですね。まあ、軽く説明すると、そのチューナーっていわゆる万能タイプと、あとエレキタイプ、あとアンプラグドタイプっていう、まあ、3つの種類があるんですけど、まあ、文字通りその2番目のエレキタイプっていうのが必要で、まあ、シールドを挿して使えるタイプの、まあ、こんな感じのやつなんですけど、まずこれを1個必ず持っておくべきですね。まあ、なるべく高品質な製品、最近だとそのポリフォニックチューナーとか、まあ、6弦一気にジャーンって鳴らして一気にチューニングできる製品とか、まあ、いろいろあるんで、よかったら調べてみてください。一応概要欄にもそのチューナーのおすすめチューナー貼っとくんで、よかったら見てみてください。で次なんですけど、歪みエフェクターですね。まあ、これがいわゆるそのロックっぽい音にするために音をその歪まして、まあ、ギャンギャンさせるエフェクターなんですけど、まあ、この歪み系もまあギタリストは絶対持ってるエフェクトの一つですね。一応こういうギターアンプにも付いてる場合がほとんどなんですけど、まあ、結構多くのギタリストはそのブーストさせるために使ったり、あとそのエフェクターとあとこのアンプの歪みを組み合わせて使ったりしてます。あとやっぱりね、一番ギタリストがこだわる部分でもあるんで、多分一番いろいろ試すエフェクトの一つでもあるんで、これを初めにまあちゃんとした製品持ってると、まあ、かなり強みになるんで、いろいろ調べたり、実際楽器屋行って試奏してみたりして、まあ、ここは結構こだわった方がいいエフェクトの一つですね。まあ、自分のやりたいスタイルとか、あとジャンルとか、いろいろ考慮して、まあ、最適な歪みエフェクターを手に入れるのが、まあ、結構重要ですね。で次3つ目が空間系エフェクターですね。まあ、リバーブとかディレイとか、まあ、原理は一緒なんで、まあ、この音の跳ね返りとか、あと山彦効果、わっ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 みたいな、まあ、そういう空間を再現するエフェクトなんですけど、まあ、これも必ず一つは持っといた方がいいですね。まあ、リバーブは、まあ、歪みと同じようにアンプについてる場合も多いんですけど、まあ、なんでだからディレイを1個持てた方がいいですね。リードギターとか、あとギターソロとか弾くときにかなり音圧上げれるんで、まあ、こういうちっちゃい部屋で弾いてもそのライブ会場で弾いてるかのような壮大さを加えれるんで、まあ、この辺りのおすすめ製品もよかったら概要欄載しとくんで見てみてください。まあ、この3つぐらいですかね。まあ、あといろいろあるんですけど、まあ、本当にキリないんで、とりあえずこの3つ、ここをまあしっかり調べて、まあ、なるべくここに予算つぎ込んでいい製品手に入れると、まあ、結構音質はガラッと向上すると思います。まあ、まとめると1個目がチューナー、2つ目が歪み系、まあ、オーバードライブ、ディストーションって言われるタイプですね。で3つ目が空間系、ディレイとかリバーブですね。まあ、それ以外にもしまだもうちょい予算に余裕があるっていうなら EQ、イコライザーとか、あとコンプレッサー、音のダイナミクスをコントロールするエフェクトなんですけど、まあ、そのあたりも買っといていいかもしれないですね。まあ、なるべく、まあ、初心者のうちはその分からないと思うんで、まあ、その無駄な予算を消費しないためにも、初めにしっかりその必要なものを調べて、必要なものだけをなるべく揃えるっていうのは重要ですね。で後々ね、弾いてるとそのだんだんこういう音欲しいなとか、まあ、いろいろ出てくると思うんで、そうなってからでも、まあ、遅くはないんでね。はい、まあ、じゃあ今回こんな感じで終わりたいと思います。よかったら概要欄に僕のブログとか、あと SNS のリンク貼っとくんで、最後覗いてみてください。あとチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた。